度も呼んでくれてありがとう。どうですか？ママ出てみる？タオさんが出るようだったら出してみようと思います。まあそれを考えてるとキリがないし、自然に戻るの、はい、あとご飯をね入れたら戻るんじゃないかな。はい、ご飯待ちになっちゃった。早速アンズちゃんが迎えました。あ、ポンちゃんも少しずつ近づいてますよ。なんだろうと思ってたんだろうね、きっとね。ポンちゃんも満足？早カオちゃんはお子様なんだから、このぐらいの好奇心があってもおかしくないはずだね。今まで何してた？カオちゃん、さあこの状態であまり刺激せずですね、自分で戻る、もしくは、ご飯を求めて戻るというふうにして今後の流れを作りたいと思います。
ちょっといろんなものに興味が出て面白そうだね。今のところさ、あんずちゃんにもポンちゃんにもシャアを言わないし、猫同士の警戒っていうのはないね。ケージの方を登りかけたけどやめました。ここにご飯はないよね。あるけどね、カオちゃんあんまりカリカリ食べないから。
うん、ズマハは運動にもいいみたいなね。そうだね。一通り全部見た。うん。本当に疲れちゃう。よいしょ。じゃあご飯を置いてみましょうか。ご飯だよ。はい、ご飯。香り。ご飯だよ。ご飯だよ。まだキョロキョロしています。はい、ご飯だよ、こっちゃん。うん、おいで。下に置いてあげる。この下？一階に置く？あのこっち。でもそっちで食べちゃうじゃん。うん、じゃなくて、うん、あの向こうに入られると困るので。カリー、かちゃん、ご飯でキャリーに入った。かちゃんご飯だよ。こんにゃし、くんくんしてる。すごい探検家だね。うん、そしたらじゃあそこをどいてあげて戻りやすく。ここ、うん、ちょっとここを離れよう。はい、いいよ。どいといてあげよう。閉めた方がいい？まあ、うん。まだ見て回るんですか？これは一通り見ないと気が済まないかな。よいしょ、全部目で見てたんだもんね。ケージに戻りなさい。ケージわからなくなってました。はい、はい、どうしよう。よいしょ、うん、よかったね。
ちゃんと戻ってもらえて嬉しいです。面白かったですか？